行動の時間を記録しておけば、無駄な時間を視覚化できる。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。あれこれやってたら、いつの間にか一日が終わってた。そんな経験ありませんか？そのため、限られた時間を有効活用したい、そう思ってる人って多いですよね。ただ、そのためには何をすればいいのかわからない。そう頭を悩ませてしまうかもしれません。まずは、何にどれだけ時間を費やしているのかを調べるところから始めましょう。そこで役に立つのが、タイムハッカーという時間管理アプリです。何かを行動する際にタップするだけで、行動時間や作業時間を簡単に記録できます。記録した時間は、日ごと、週ごと、月ごとにグラフ化して視覚化できるんですよ。さらに、行動ごとのグラフも表示できますので、あなたの大事な時間が何に使われているのかわかりやすいんです。そして、視覚化されていない時間、これこそが浮いている時間になりますので、この時間を有効活用できるようになりましょう。今回の短歌は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。また、デジタル教室では、アプリやパソコンの使い方などの情報を、ウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、短歌部でした。